小野純平は、大分県大分市出身の元プロ野球選手、宇と右内。ち。大分商業高等学校時代までは無名だったが、日本文理大学では体を作り、実践を経験する中で、潜在能力が引き出され、4年の大学選手権、ベスト8進出するなど、古川周一と共に、時速150キロメートルをマークする日本柱に成長した。 2009年度新人選手選択会議で、読売ジャイアンツに5位で指名された。指名後、山下哲司スカウト部長は、直球の力はすでに一軍で通用するレベル。決め球の変化球を覚えることが活躍につながると評価。本人も、最速155キロは超えたい。落ちる変化球を覚えて早く一軍で投げたいと意欲を示した。巨人時代2010年は、 故障に苦しみ一軍登板はなかった。オフには豪州リーグに参加した。なお、この入団年の二軍監督は高校先輩の岡崎薫であった。2011年から背番号が60に変更になった。同年5月10日の横浜 DNA ベイスターズ戦で一軍デビューすると7月17日の東京をヤクルトスワローズ戦で初先発。五回2支点で 初勝利を手にした。シーズン終了後にはプエルトリコで行われるウィンターリーグに派遣され、クライマックスシリーズのメンバーからは外れた。2012年は背番号を43に再変更。1軍では9試合の当番で0勝に終わり、2軍でも防御率4点台後半と制裁を書いた。2013年4月28日、青木隆弘との交換トレードが成立し、 広島東洋カープへ移籍することが決まった。6月6日の千葉ロッテマリーンズ戦で先発、バリントンのアクシデントにより6回から投板し、2回を無失点に抑え、移籍後初勝利を挙げた。2014年は防御率3.86と安定感を欠いたが22試合に投板した。2017年は一軍投板がないまま、戦力外通告を受ける。 12月2日、自由契約公示された。2018年より古巣である巨人の打撃投手となった。140キロ台中盤の直球を軸にスライダーを交えた投球を見せる。2010年オフにはカーブの習得を試みている。ありがとうございます。